はようございます、おはようございますと言いながらもう完全に午後になっておりまして、ちょうどただいま正午です。ここはベルギーの首都ブリュッセルの街の中心部にあります広場だと思います。この位置関係がどこなのかわからないんですが、ベルギーブリュッセルの観光に最も便利なところに計らずも宿を取ることができました。あの街のですね、駅の近くにホテルを取っただけなんですけれど、たまたまその駅が街の中心部に普通にありましたので、つまり街の中心部にホテルを取ったらこういう三段論法になるわけです。ところで全然関係ないですけどね、ブリュッセルというとやはりあの唐沢隆弘弁護士のあのブリュ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 ブチチブ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 リュリュリュみたいなあれがあの頭に浮かんでしまうわけですけれど、唐沢弁護士はかわいそうじゃないですか。ただ仕事しただけじゃないですか、あの人はね。まあ確かにちょっとあの書いたポエムみたいなのはちょっと痛かったなと思いますけど、かわいそうですよね唐沢弁護士。私ね、あの心からねかわいそうだと思います。ちょっとあの仕打ちはないなと思うんですけど、たまにテレビなんかにも出てね、あの出てますけど、そんな言われるほど無能弁護士じゃないんじゃないのかなって私は気がしますけどね。ちゃんと分かってるみたいだし、いいことなんじゃないでしょうか。それで、これからそのブリュッセルの観光となるわけですが、ベルギーといえばベルギーワッフル、ベルギービール、小便小僧、まあ大体そんなもんでして、私ブリュッセルじゃない、あのビールは飲みませんけれど、まあ、ワッフルとそれから小便小僧を見ていけばいいのかなとそう思っております。小便小僧もがっかり観光地の一つと言われておりますが、そうですかね、ちょっと行ってみましょうね。私は結構期待してるんですけど、で言って行ったらばがっかりするのががっかり観光地なのかな、まあそういうことですよね。そうそう、ベルギーといえばチョコレートも忘れてはいけません。私の泊まっているホテルの下にもベリジアンチョコレートって書いてあるし、向こうにもですね見てみますとベリジアンチョコレート、ベリジアンでいいんですよね。ベルギーのことはベルジムというふうに英語では言うんですが、こちらにも、スーベニアズ&チョコレート、どこにでもチョコレートになったら手に入りそうですけど、私まだですね朝ごはんを食べておりませんので、まさに朝ごはんといえばワッフルがここで適切だろうというふうに思うんですね。あの横浜駅でもねよくワッフルが、あの分かります、横浜駅使ってる人は分かると思うんですけど、ブルーラインの JR の乗り換えのところにね、あのワッフル売ってるとこあるじゃないですか。地元の人しか分かんないけどね、あそこでよくね買って食べてるんですよ。ちなみにね、今私ね雨なめながら喋ってるんですね。だからちょっともぐもぐした喋り方になってるかもしれないですけど、これよく考えたら YouTuber でね雨なめながら喋ってるやつってなかなかいないんじゃないですか。人を舐めた取り方ばっかしてっていうような気がするけど、あのこのスタイルは昔から変わってませんのでね、すいません。これがスーツワールドです。ベルギーってどうしてもちっちゃい国だからね、かなり地味な感じがするんですけど、実はフランスよりも早くイギリスに次いで、つまり世界で2番目に産業革命を始めた国なんだそうで、まあ、割と植民地もですね、確かあの寝台特急あけぼのとかね、まあ、鉄道が好きな方分かると思いますが、あけぼのを輸出するっていう話があったのにやめてしまったような、今コンゴ民主共和国でしたっけ、コン共和国でしたっけ、忘れましたけど、コンゴはですね元々はベルギーの植民地だったのかな、その前確か別のところだったと思うんですけど、植民地も普通に持ってたし、まあ、そういうような国なんですね、まあ、いわゆる先進国の中の一つというわけです。なんか見るとパリよりもブリュッセルの街の方が、まあ、この中心の広場しか知らないですけど圧倒的に雰囲気がいいですね。昨日の深夜、0時直前にブリュッセルの新幹線の駅に着いたんですが、駅の雰囲気も悪くなかったですよ。おまわりさんもそれなりにいて、治安は私の直感ではいいように感じました。物乞いとかしてるような人も特に見当たりませんしね、今のところは。まあ、どっかにはいると思いますけどね。本当私のホテル立地が最高すぎましてね、小便小僧見に行こうかなと思ったんですが、まずはこの足でグランプラスを見に行こうと思います。あそこで演奏してる人がなかなか上手くてですね、ホテルを出た瞬間からいい演奏ですんで、なかなか気分も良くなりますから、だからちょっと多めに入れてきました。いや多めにって言ってもね、あの1ユーロしか入れてないよ、全然多めにじゃないか。上手いですよね、結構みんなからたくさん集めてますよ。あったあった、あれだ、世界一美しい広場と呼ばれて名高いグランプラスがここです。うお、確かに綺麗だな、これは。みんな綺麗さで息を飲まれているのか分かりませんが、急にここへ来ると静寂な感じになりましてね、だいぶ静かなので、私のこの喋っている声でも随分目立つそうです。あのグランクラスじゃないですからね、グランプラスですよ。ホテルに一眼レフカメラ置いてきちゃいましたけどね、こりゃ一眼レフカメラ持ってこなきゃいけないとこだったな。しかしホテルまでここからわずか150メートルほどしかありませんので、あの2分で着きますから、別に後にまたホテルに荷物取りに帰ってからもう一回撮影すればいいだけのことです。本当に立地いいとこに撮ってよかったな。いやしかしこれもすごいな。私もグランプラスという名前はグランクラスとね大変似ているからよく知っていたわけでして、一度見に行きたいなと思っていたんですが、実際に来て確かに美しいところだと今思っているところです。でもうちょっとね、
いや私もねこのグランプラスといえばなんだこのグランクラスみたいな広場はと思ってそれで名前を覚えていたわけですが、まあ、これまた昔勉強したようなところですね。ここはねあの世界文化遺産になってるわけですけど確か、これが視聴者だったと思いますがこの視聴者の、塔がポイントでして、この建物まあ正面から見た方が分かりやすいんですけどねあの建物左右対称になってないの分かります？塔が真ん中にないじゃないですか。でこれ建築家が間違って作っちゃって、それで本当は左右対称に作るはずだったのになんだずれちゃってるってことに気づいて、できたその視聴者の建物の上から見投げしたという伝説があるんですけれどそれは別に間違いだそうで別にそんなことはないそうですなんだって感じなんですけどね。だからこれは意図的にこういう風に作った建物らしいんですね。まあ左右対称が何でも素晴らしいのかってそんなことはないと思いますから全然ねそれはいいことなんじゃないかなと思います。それはあのそういう風にね最初から作ったことは実際これで多分なんだろうなこの別に広場自体も全部スクエアみたいな正方形に本当になってまして、あそこのなんていうのかな建物の建て方からしてもあそこに塔が立ってることはそんなおかしくないような気がしますね。いいと思いますよこの立ち方で。しかし本日は曇天ではありますが時折日差しが差し込んでおりましてやはり日が差しますとね日光東照宮の陽明門もびっくりいやキラキラと光っているわけです。まあ陽明門の美しさもこれに負けてはいないと思いますが規模が違いますからね素晴らしいことこの上ありません。なんでこんな豪華な作りにするんでしょうね。でもこれ豪華ですよね。これ建てられたのはですね今調べましたら、15世紀のことだそうです。またこの広場では初めて、プロテスタントの殉教者が出たということですがあのプロテスタントってねカトリック何やってんだって先日あのバチカンでご紹介しましたけれど、その人たちがあのこの広場のところで、火炙りの刑にされてしまったそうでして、そういったことが起こった歴史的な広場でもあります。まあ、結構広場って公開処刑見せしめのために使われることもありますからまあ、あのそういう歴史が結構つきやすいらしいですけどね。なんかそんな雰囲気が違う気がします。フランスとねなんか似てるんですけどちなみに言葉なんですけどベルギーってどこの言葉使うのか私よく分かんなくてドイツ語かなと思ったらドイツ語使う地域もあるらしいんですが、ドイツ語圏とそれからフランス語圏と、まあ、大体主にこの2つに分かれてるらしいんですね。で私の泊まったホテルにはフランス語が書いてあってなんかそこにいる人もボンジューとか名刺とか言っててフランス語を喋ってました。別のところに行くとまたドイツ語喋ったりするんでしょう。お隣の国は、ドイツ、フランス、ルクセンブルグそれからオランダなのかなと思います。ルクセンブルクもね行ってみたかった今日行こうかなちょっと考えたんですけど、まあ、やめちゃいましたね。あのルクセンブルクはですねなんだっけ世界一人口1人当たりの GDP が高い、生産性最高の国ということで行ってみたかったんですけどよく考えたらあのルクセンブルクがですねあの周辺のあまりにも小さすぎるので周辺の国からの通勤が容易でまさにベルギーとか、ね、あのドイツとかがそうですけれど周りの国からルクセンブルク の工場とかそういう会社とかにあの働きに行く人が大変多いのでルクセンブルクの人口は少ないんだけどあのルクセンブルクで働く人が多いから国の人口1人当たりの GDP が高いだけなんじゃないかとね、気づきましてだから別にいいわただそういう特殊な状況なんだなと思ってあこう生産性世界一の国ってどんなもんなんだろうと思ったけど要は東京とかと実態は変わらないということだろうと思いましたんで行くのはやめますがベルギーをねじっくり楽しんで帰ることにします。まあ、今日中にもうロンドンまで行っちゃうんですけどね。じゃあ今度はね小便構造でも見に行こうかと、まあ、さっきも見に行くとか言っといて気が変わってグランプラスに行ったわけで、まあ、気が変わってというかグランプラスの方が近かったからこっちに来たんですが道中になんか良さそうなところがあったらワッフルでもね朝ごはん食べたいですね。ベルギーワッフルって美味しいのかね。この道まっすぐ行けば小便構造さっきのところから徒歩で3分ぐらいなんですけどここにあったのはワッフルファクトリー。まあここでいいか Don't be afraid we are still open まだやってるからこっちですからねそういうことが書いてあるんですね。それにちゃんとついていくことにしましょう。大きいなこれ結構大きいですね。ブリュッセルワッフルとそれからリーグワッフルっていうの2つあって両方頼もうかなと思って1つにしといてよかったよこれ2つだったら大変だったな。いい思い出で終わりそうです。お腹いっぱいになるとね最後は頑張って食べるっていう作業になってしまいますからよくありません。全部自家製って書いてありました。まあ別に工場製でも何でもいいんですけど多分すぐここで作ったやつの方がね出来立て感があって美味しいでしょう。まあ、工場で作ったやつでもここで作ったやつでも作り置きだったら味は同じかなって気はしますがここで作ってくれるってんだったら美味しいですよね。もうパリパリすんな。火が通りやすいように確かこういう形になってそれはそうかどう考えたって意外とだからパリパリの部分が多いですね。本場だとそうなるの本場だというかすぐここで作るとそうなるのかな。コンビニとかで売ってるのはちょっと違いますよね。ワッフルとは言わないのかもしれない。
なるほど、見た目ほどには量は多くないわけだな。これ氷の星氷皿みたいなもんだよ。この部分は空洞ですからね。意外とこの骨組み部分ぐらいしかないんですね。まあこの真ん中の部分はもちろんふわふわしてますけど。あ、なるほど。あのね、私の頼んだブリュッセルワッフルっていうのがこういうスタイルらしいんですね。それでリュージュワッフルっていうのは、ね、日本で普通にあのコンビニとかで売ってるようなタイプで、だからこれがベルギー式のワッフルだってことですね。わかりますか？結構断面が薄いのわかりますかね。これはあの厚い部分を取ってるんですけど、それでも結構薄いですよね。上のトッピングに何をするかを選ぶ形式になってるんですが、まあ、今回はベルギーに行きましたので、ベルギーチョコレートを選択しました。チップ入れたらね、お礼にこういうおまけのチョコレートもくれたんですけど、ベルギーチョコレートも有名です。でもなんでチョコレートが有名なんですかね。植民地？でもガーナは確か、ガーナってフランスでしたよね。違いましたっけ？だからやっぱりね、ガーナはあのイギリスだったんですけど、うん、コンゴが関係してるは関係してるらしい。まあ、他にも単純にベルギーのチョコレートの売り方が大変独特で、それでベルギーでチョコレートがどんどん普及して有名になったとか、そういうこともあるらしいですけどね。あのコンゴとか植民地は、まあ、そのなんていうのかな、きっかけに過ぎないそうです。まあ、確かに他の国でもチョコレートはたくさん作っていたし、別にベルギー発祥というわけでもないそうですから。いや、食べた美味しかったですね。いや、食べたっていうほどはたくさん食べてないですけど、あ、でもあれかな、私はブリュッセルワッフルを食べたってのはとてもいい経験になりまして、ワッフルの勉強にもなりましたけど、でも、まあ、今後食べるんだったらあの日本で売ってるようなね、ふわふわタイプなの、もう一個あったじゃないですか、丸いタイプのワッフル、そっちの方がいいかな。ブリュッセルワッフルの方がちょっと高かったですけどね。まあそれはいいんだ別に。と思ったらちょうどもう片方のこのリーグワッフル売ってるのは、さっきの大きかったけどまだ食べられますんでね、これちょっと買ってこうかな。こっちの方がね、ワッフル食べてるって感じはするもんです。あのイタリアみたいにワッフル禁止みたいな、そういうのはないみたいです。あのイタリアだったらジェラート禁止の看板があって面白いんですけど、僕は特にそういうのはなさそうです。まあワッフル禁止してもしょうがないですもんね。うわ、熱いけど、あ、美味しいな。街のあちこちから甘い匂いがしてきますんでね、さすがにハエが多いな。なんだこの人だかりは。あ、これか。ワッフルを食べながらね、小便小僧眺めるなんていいもんですけど、そっか、私小便小僧ってね、写真はもちろん見たことありましたけど、すごいなんか下から仰ぎ見るように撮ってましたんで、てっきりすごい高いところにいるのかなと思ったら、そうじゃないんですね。割とこういうところだったんだな。ちょっとなんか来たな。一旦道をみんな上げてあげてます。なんだ、覆面パトカーだったのかな。ただごとじゃないスピードで走ってきましたね。大急ぎです。これがベルギーブリュッセルのかの有名な小便小僧です。がっかり観光地と言われていて、まあ、確かに知らないとなんじゃこりゃっていう感じなんですけど、結構なこれ名所なんですよね。人魚姫よりはね、いや人魚姫は悪く言うようですけど、でも結構いいものだと思いますよ。この小便小僧には様々な逸話もありまして、できたのは17世紀のことだそうですが、もともと、まあ、これ本当のことなのかわからないらしいんですが、このブリュッセルの町周辺で、戦争が起こった時に、空襲ではね、17世紀だからまだ空襲じゃないはずですけれど、爆弾が落ちておりまして、すぐにもう危ない、爆発するぞというところで、ちょうど通りがかった少年、確かこの小便小僧の名前はね、ジュリアンだったような気がするんですけど、ちょっと後で調べてみましょうね。ジュリアン君がそこを通りがかりまして、これはまずいぞ、爆発してしまうということで、大慌てで急いでですね、自分のズボンを下ろして、そこに小便をかけたところ、見事導火線の火は消え、爆弾の爆発は回避され、その被害を免れたということで、おジュリアン君グッジョブだと、それで、表彰をされ、このような像になるということになったらしいという説があります。日本で小便小僧といえばよく知られておりますのが、 JR 東日本浜松町駅、山手線および京浜東北線のホーム上にある小便小僧の像でして、まあ、やはりうちのチャンネルとしてはね、その小便小僧に触れないわけにはいきませんので、これと対比させて申し上げますが、あちらの像は、戦後10年ぐらい経ってから、なんでか知らないけど作られたもので、あちらもこちらも共通することは衣装が変わるということです。この像もそれから浜松町駅の小便小僧も同じように全裸の像です。最もその小僧さん、つまりここの子供のその像は全く別のものですが、しかし放尿しているという点では全く同じで、また全裸であるという点も同じです。
しかしこちらの小便小僧には、まあ、何か大きな出来事があったりとか、まあ、外交とかね、これが何の服着てるのかわからないんですが、大きなイベントがあったりとか、ベルギーの王室、まあ、ベルギー王国ですので王室へのお祝い事などがありますと、その度にこの小便小僧用の衣装が贈られるということがあります。今回も何か衣装を着ていまして、うまいことですね、この衣装を濡らさないようにしてあそこからおしっこだけしてるんですね。これ逆にここまで何も出さないとはね、あの浜松町駅の小便小僧も服を着ているわけですが、多分こちらもあちらも銅像ですので服を着せてあげるということは難しく、人目のつかないような時に、これをですね仮縫いまで済ませてきた後、最後にここで縫い付けをするという作業は浜松町駅ではそのようにしておりますが、おそらくこの小便小僧も同じと思われます。なおあちらにキャメラセキュリティと書かれていますが、この小便小僧は盗難対策ということで、すでにこちら本物ではありません。これ、もう模造品、なんていうの、レプリカでして、本物は王室の博物館だかどこだかに保存をされているようです。はい、歴史がありますので、この小便小僧が着ていた服も、本当に数多くあるのだそうで、これをまたね一回使ったやつを何回も使ったりするのか、そういうのは分かりませんが、もう300とも400とも、それぐらいこの小便小僧用の衣装がたくさんあちこちから送られてきているのだそうです。の JR 東日本の浜松町駅の小便小僧ですが、ただいま撤去されております。まあ、一時的な撤去に過ぎないわけですが、この浜松町の駅はどうも夏休みという言い方で、猛暑のため夏休みということでしたが、実際なぜいないのかはよく分かっておりません。なんか改修とかするのかなみたいな、そんな感じらしいんですけどね。こちらの小便小僧も、まあ、盗難対策という、盗難、盗めるんですかね、あれ。多分下で何か固定してるんでしょうけどね、像は像だけで。レプリカももはや長い歴史をここで刻み、大変の価値のあるものとなっておりますので、この小さな像ですから盗難対策は必須と言えるでしょう。なお、これは、まあ、小便小僧ですから浜松町、なんか浜松町の駅の小便小僧の方が水勢いよく出してるんですけどね、こっちの小便小僧も、まあ、一応ですね、それなりの勢いで噴出しているわけですけれど、これビールのお祭りになりますと、先ほどベルギービールが有名と申し上げましたが、あそこから出てくる液体は変更させられるんだそうでして、ビールに変更させられることもできるそうです。あそこにちょっと出口が見えてますけどね、あそこから出てきたビールを、見ながらですね、ここに、グラスを持っていってそこで、汲んで、それで飲むというのが、このベルギーのビール祭りのお祭り、ビール祭りの、まあ、恒例となっているそうです。知らなかったんですが、ベルギーには世界一大きなビール会社があるということでして、そこが多分主催して、ね、この小便小僧からビールをということなんでしょう。小便小僧やグランプラス周辺を歩いていて思うのが、日本人観光客が大変に多いということです。むしろパリとかよりもこちらの方が多く見かけるような気がします。訪れやすいとか安心だとか、そういうこともいろいろあるんでしょうが、なぜそんなにも多いのかは分かりませんが、かなり多くの日本人観光客と目が合って、あの人日本語を喋っているとか、浜松町の小便小僧の話してるとか、そういう風な見方でこちらを伺っている様子が分かります。ベルギーまでの飛行機、航空便での直行は多分ないと思いますが、おそらく東京からシャルル・ド・ゴール空港まで行って、そこから新幹線タリス、もしくは TGV などでそのまま空港から直接乗り換え、ベルギーに来るのがブリュッセルへのアクセスとして最も便利かと思われます。この小便小僧のすぐ左側を見ますと、見慣れた日本人にも知っているこの看板 GODIVA ゴディバーと書かれています。このゴディバーという人はもともと奥さんの名前なんだそうで、ファーストネームなんだそうで、なんか伯爵かなんか、伯爵なのかな、あの領地を持っていて税金をかける権限になった人が、重税をかけようとしたんだけど、いやいやそれはあまりに領民がかわいそうだからということで、そういう重税をかけるのはやめましょうというふうに、伯爵である、まあ、旦那さんに訴えたその奥さんの名前、それが素晴らしいことを言った人がいたもんだということで、つけた名前、これがゴディバだそうで、もちろんゴディバさんはベルギー人だそうです。1926年から、できたブランドだということですが、ベルギーに大変数多くあるあまたのチョコレートブランド、その中で8つのみセレクション選ばれました、王室御用達のブランド、王室御用達のチョコレート会社っていうのがベルギーの中に8つだけあるわけですが、その中の1つにゴディバも選ばれております。本当のベルギーチョコレートは日本に来たことはないなんていうことを言うらしいですけれど、ベルギーで売っているチョコレートの日本で作っているチョコレートとはどうも違うんだと。日本も日本でね、実はチョコレートの生産量自体はベルギーよりも日本の方が多いので、ベルギーチョコレートを日本で本物を食べるのは無理だなんて話を聞いたことがありますが、実際手に入らないことはないと思うんですけどね、どっかしらあるとは思いますけれど、ゴリバのチョコレートもしかしたら日本で作ったものをそのまま出しているんでしょうか。別にベルギー産でなくても美味しければ何でもいいのかなと思いますが、私もじゃあここでせっかくだからベルギーチョコレートをなんか買ってみようかなとも思ったのですけれど、ちょっと多すぎますし、
そんなに甘いものたくさんはいらないんですよね。あのヨーロッパでね、お茶みたいなあの甘くないお茶を手に入れるのってすごい大変なんですよ。だからちょっとチョコレート、食べるかなみたいな感じだったんですけど、さっきちっちゃいチョコレートがおまけでね、ワッフル屋さんでつきましたから、まあ、それでいいかなと思います。もうすでにワッフルであのチョコレートの味も体験してますね。なんか分かりませんけど、ベルギーチョコレートの特徴は私が思うにそこまで甘くないこと、そんなにめちゃくちゃ甘いんじゃなくて、まあ、どちらかといえばビターチョコレートに近いような、ビターチョコレートとそれから普通のチョコレートの間ぐらいなのかなという気がしました。ワッフルにチョコレートは甘い香りがたくさん漂ってきまして、大変幸せな気分になりますが、もしかして私も甘いワッフルを2つも食べましたので、逆にちょっとこの匂いがくどくなってくるかなというところ、一旦小便小僧のこの像を後ろに去りまして、来た道を戻り、その後別のものを見に行きたいところです。ブリュッセルの素晴らしいところは、街の中心部がそんなに広くなくてですね、全部一箇所にコンパクトにまとまっておりますので、どこで容易に観光ができるとか、こんな楽なことありませんよ。本当にもう歩いてて、さっきの小便小僧のところからまた歩いて7分で次のところへ行くわけですが、実際のところこのグランプラスのところに戻ってきてるわけですので、ここのねグランプラスから、そこのなんていうの今度行くところまでもまた徒歩3分、小便小僧が徒歩4分で、ワッフル屋さんが徒歩2分、ここから私のホテルまで徒歩2分、そんな感じですからね、こんないいところがあっていいのかというふうに思います。あのおじいさん面白いな、亀仙人の格好してるよ。若者でね、ああいうのやる人いますけど、この年でも結構人気なんですね。なんだ、なんか置いてあるな、これ本物ですよ。ちょっとなんか変な匂いするな。早く行きましょう。で、来た来た、次なる目的地、まあ、さっきのグランプラスからまたこちらも歩いて3、4分のところですから大変近いわけですが、ここに、これか、はい、よくまあこんなもの作ってしまったなという感じですけど、ちょっと驚くべきことですが、こちら1985年に小便小僧のパロディとして作られた、これ小便少女というふうに和訳されているそうです。小便小僧に対して小便小娘ぐらいが適切なんじゃないかという気がするんですが、まああとあの小僧っていうのはそもそも別にね、あの小便小僧は仏教徒とかあの小僧ではないだろうしね、本当はね違うと思うんですけど、まあ、ともかくこういうふうになっております。でこちらの方はあの分かります、まだ見えてないか、やばいですよね、あれね、何考えてあんなもん作ったんだというふうにとても思いますけれど、あの小便小娘っていうのは別に特に何もね、さっき言ったようにパロディで作ったわけですから特に何もないんですけど、なんであっちだけ柵がしてあるのかっていうと、あの割と触りやすい位置にあるんですよね。小便小僧は上の方にあるから、まあ、登らないと取れないわけですが、小便小娘は別にそうではないと。だからね、あの、まあ、つまりなんていうんですか、股の間のところをこうずっとねみんなが触りまくって、その辺の塗装っていうのかな、あれが剥げちゃったらしいんですね。なんだこれはと思うんですけれど、そういうわけであのような柵がつけられてて、めちゃくちゃですよね。でこの周辺にはですね、ちょうどたくさんあのベルギー料理屋さんがありまして、みんななんかあのバケツに入ったムール貝を食べて、美味しそうだなと思いますので、私もムール貝だけ食べようかと思います。またね、この後あのユーロスター新幹線に乗りまして、そこでお食事が出ますので、あんまり食事する必要はないなと思っていたんですけど、私ムール貝好物で、このねベルギーは知らなかったんですが、ムール貝名物らしいんです。どっちを食べていかないわけいかないなと思いますので、それだけ食べて帰ろうと思います。王様専用席があるよって言われたんでね、王座に着くことにしました。ここがねこのレストランの玉座だそうです。イタリア人みたいな感じで、シャレばっかり行ってくるベルギー人のおじさん2人組がウェイターさんで、結構ねこういう雰囲気私は好きですね。日本語ペラペラ、ムールガイ Do you like ムールガイ Yes very much、 そういう風に喋ってました。このウェイターさんなんかこう頭おかしくてね、別にいいんですけどなんだよ、なんか、あなたはヤクザなのとか言われまして、ね、No, I'm not ヤクザみたいなことはとりあえず言ったわけですけど、そしたらね、今度は君はホモなのかいって、なんでそんなことばっかり聞いてくるんだと思ったんですけど、別に私はどちらでもありませんけどね、今度はあの店員さんが、よそのレストランのウェイターさんと立ち話して、そう、なんてラフな国なんだと思いますかね。お通しかオリーブね、私そんなに好きじゃないんですけど、まあ食べられなくはないんで。あ、向こうとレストラン違うのかなと思ったら同じレストランだったのか、だからあれなんですね、向こうで喋って、それは納得だわ。なるほどね。あの人もまたなんかさっきイタリア人に呼び込みに行ってましたけど、ランボルギーニ、フェラーリなんて、それ呼び込みになるんですかね
だってベルギーのノンアルコールビールの味はどうですかね。あ、独特だけど、なんかアサヒドライゼロとかに似てるかな。でも独特だよな。今度はね、こういうものも出てきて美味しいんですけど、美味しいんですけどね、頼んではいないわけですよ。頼んでないもの出てくる、良くないレストランかと思ったらば、他のテーブル見渡しても全員がもらってるんで、これは必ず全員にどうも来るもののようなんですが、あんまり多いとね、この先ユーロスターの食事食べられなくなりますから、そろそろ終わりにしたいんだな。めちゃくちゃ美味しいんですけどね、ちょっとこう多すぎるわ。どうすっかな。いや、今だったらまだ食べられますけどね。ちょっとこれから、なんか今来たやな、気のせいか。いや来たな。なんだあれは。まあいいや。ベルギー流の食べ方を教えてくれたんですけどね、私が苦労してたら。こうやって挟んで、これで撮るらしいんですよね。まあ、片手にカメラ持ってますから、これ以上できないんですけど、非常に食べやすい。これだったらね、ザクザク食べられます。いや、美味しかったですよ。とても美味しかったんですけど、量がいかんせん、ちょっと多すぎましてね、ビビクリましたよね。どのぐらいあったかって言ったらね、もう多分ムール貝で言ったら70、80個ぐらいあったんじゃないかな。一人で食べる量じゃなかったですね。一人で食べましたけど、ちょっとなんか残したら申し訳ないっていう風に日本人はやっぱ思いがちなんじゃないかなという気がするんですが、ヨーロッパの人は割と普通に残すんですよね。あの新幹線の無料のお食事サービスなんか全然箸つけないでそのまま全部残してる人なんかも見ましたけど、意外とあっちの人はね、あ、もういらないんですかみたいな感じ、割と普通に残すということに抵抗はないようです。だからね、めちゃくちゃ高くなるんじゃないかなと。そう、だって80個も入ったらちょっとやばいだろうと思ったんですけど、でもまあ割と普通でして、高いは高かったけど、でも20ユーロ2000円ぐらいですね。80個入ってて2000円だったら、まあそんな普通の値段なんじゃないかなと思います。10個で、80個で2000円ということは、40個で、まあ、2000円、1300円ぐらいですよね、40個でね。ってことは20個で650円、10個300円ぐらいなわけですから、まあまあ安いですよね。もともとムール貝っていうのは紫以外というふうに日本でも多分言うんじゃないかな。まあ他にもいろいろ意外という種類はあるんですけど、船の底とかにこうポツポツとついちゃうようなね、中ではもう厄介者されてるような貝という場合もありますので、港なんかに行くともそこら中にびっちりとついてるんですよね。なんかいろんなブロックとか、それから船の底なんかに、だからもうそこら中にいるようなやつなんで、まあ、アリを売ってるようなもんですから、取るのは多分固くくっつくんで大変だと思いますけど、物自体は別にそんな貴重品ではないどころか、もういていてしょうがないぐらいの貝なんで、まあそんで安いんですよね。まあ、それで安くてね、美味しいんだから、とても素晴らしい貝かなと思いますが、いいことばっかりではないそうです。紫以外はね、やっぱいろんなところで私も海で遊んでいるとよく見かけるような貝でもあります。ああ、またあんなところにもいるよみたいな。結構ね、紫以外を食べ過ぎてね、日本ではあんま起こらないらしいんですけど、貝毒って毒を貝が溜め込んでしまって、それによって貝の中毒を起こすことがありますので、注意する必要があるんですよね。でも食べてからですね、30分から1時間ほどが一番危険だということなんですが、もうすでにそのぐらいの時間に今差し掛かってるわけです。あと15分ぐらいすれば安心もできるのかな。まあ多分大丈夫でしょう。ベルギーのやつはね、安心して食べてるでしょ。みんないつも食用にしてるわけですから、特にこのベルギーでのムール貝のその加工体制はしっかりできてるんじゃないかと思います。そんな話してるだけでもうすぐね、また一番最初のこの話が始まった、この動画の始まったもう広場のところに来てますからね。全部で1キロも歩いてないんじゃないの、そのぐらいの距離、1キロぐらいは歩きましたかね、この動画でね。こんなコンパクトにいろいろ揃ってて大したもんですよ。そしてここから駅までは徒歩3分ですからね、まあ、まためちゃくちゃに近いわけです。駅からさらに徒歩5分ぐらいのところには、ブリュッセルの王室王宮がありますので、それだけ見て帰りましょうかね。一旦預けておいた荷物を受け取ってきますね。よし、来た来た、向こうに見えております、高い建物がノートルダム教会、ノートルダム聖堂というところだそうで、私知らなかったんですけど、なんかこうパッと見ると天守閣みたいな構造、あ、そうか、今そう見えるのは工事中だからか、なんかカクカクしてるなと思ったらそういうことだったんですね。でまあそれは工事中でちょっと残念でしたけど、いいんです、目的はこれ、こちらにありますのがベルギーの王室ブリュッセルの宮殿です。上にかかっております、ドイツに色がそっくりっていうかね、もうほぼドイツの縦と横を変えたらもう一緒なんじゃないかって感じなんですけど、あれがベルギーの国旗でして、ベルギーは縦縞になっております、ドイツは横縞になっております。色の順番は同じなんじゃなかったっけ、違うんでしたっけ、ちょっと私にごめんなさい、そこまではね分からないんですが、上にかかっているあの旗、まああれがある時は王様がこの中にいて、
国王陛下がいない時には、この旗は下がっていると、まあ、そういう違いがあるそうです。だから今王様ご在室ということなんですね。いや、ブリュッセルはね、本当にいいところですよ。まず見どころが全部一箇所に詰まってるし、それから観光地でなんかおかしなね、怪しい商売やってる人とか押し売りとかもいないし、スリっぽい人もまあ見かけなかったし、物乞いもいません。なんでなんですかねっていうのは、多分移民が少ないからだと思うんですけど、まあ、移民が多いとあの治安が悪化するってのはなんとなくわかりますが、なんで移民がいないんでしょうね。調べてみたところですね、ベルギーは移民はどちらかといえばむしろ多いところなのだそうで、治安も悪いところというふうにどちらかといえば言われがちであるそうです。まあ、だからもしかしたら今回のこの回り方が全て功を奏していたのかもしれないですね。ブリュッセルの中央駅、まあ、中央駅周辺全然なんか危ない感じはそんな今まで の, あのローマとかパリとかと比べるとなかったんですけれど、まあ、しかしあのブリュッセル の, その中央駅周辺でとりあえずホテルを取って他の最低限の観光地を早足で回ってパパパッと明るいうちに全て終わらせたという、まあ、今回のこの回り方が一番もしかしたらブリュッセルではいいのかもしれません。そうしたらきっと通常の観光よりも大幅に安全性が高まることかなと思います。でも私知らなかったんですけど、あのあちこちで EU グッズをしてたんですね。あの星のぐる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 青いやつ、なんでいっぱい売ってんのかなと思ったら、このブリュッセルってのは EU の欧州本部があるところなんだそうですね。なんだ知ってたらそれ見に行ったのにと思うんですけど、まあもうそろそろですね列車の出発の時間になりますので、時間今日は変更できるんですけど、まあでも一応時間決めたやつにね乗っていこうかなというふうに思います。16時50何分の中の新幹線ユーロスターに乗って、いよいよもう欧州ヨーロッパ大陸から離れ、ロンドン、そしてアメリカ大陸、そして東京に帰るという日も近づいてまいりました。本日は9月の3日ですが、あと10日後9月の13日には東京に帰っていることになります。それではご視聴ありがとうございました。また引き続きよろしくお願いいたします。